アイドルグループ、HKT48 の指原莉乃が4日、都内で行われたライブ配信サービス、自称。WROOM の新番組、猫舌ショールーム、6月18日配信開始予定、の発表会に出席。今月16日に開催される、第10回 AKB48 世界選抜総選挙、について言及した。HKT48 の指原莉乃昨年、史上初の3連覇を果たした指原は、今年は不出馬。自分が出ない総選挙は初めてなので、誰が1位になるのかなとか、どんな子。が選抜に入るのかなって、今からすっごく楽しみです、と心境を語った。昨年は元 NMB48 の須藤凜凜花が突然、結婚宣言をして世間を騒然とさせたが、報道陣から、今年は、結婚宣言する人はいないですよね、と聞かれると、指原は、去年、燃え上がりすぎましたからね。もうさすがにないんじゃないのかなと思います。安心して見ていただきたいです、と笑い、あれはやったらダメなんです、と発言した。また、自身の卒業について質問されると、本当に決めてないです。いい感じの時に、と返答。今はまだ楽しいので、HKT のメンバーとやっていきたいなという気持ちがあります。と説明した。猫舌ショールームは月曜から日曜、各曜日にオーナーを配置し、そのオーナーがそれぞれの手腕を活かして番組をプロデュースする帯番組。月曜はキングコングの西野亮廣、火曜は吉田剛志、水曜は乃木坂46、各界メンバーが2から3人出演予定、木曜は鈴木修。金曜は HKT48 の指原莉乃、土曜はショールーム代表取締役社長の前田裕二氏、日曜は堀江貴文氏がオーナーを務める。発表会には、吉田氏、指原、乃木坂46の江藤美沙、与田祐希、新内。誠ころも、前田社長が出席し、西野はニューヨークから中継で参加した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。